ではいただきます。今日のお酒はこちら吉田蔵。うん、美味しいですね。ということで今回は夏野菜シリーズのピーマンを使って簡単なおつまみ3品を作ってみました。今日全部で14個ピーマンを使ったんですけど、これを一人で食べていきたいと思います。なかなか一人で14個食べるってことないですよね。じゃあまずこちらの高菜炒めからいただきます。このピーマンの苦味と高菜の味がよく合います。で、からし高菜を使ったのでちょっとピリ辛で、それもまたいいです。これはお酒のおつまみとしてもいいんですけど、ご飯のおかずとして食べてもとても美味しいと思います。そしてピーマンの丸ごと焼きです。これは丸ごとじっくり火を通してるんで、種もヘタも全部食べることができます。噛むと中からピーマンの甘みがじゅわっと出てきます。これはもう本当にピーマンそのものっていう感じなんで、ピーマン好きの方にはとてもおすすめだと思います。そしてじゃこピーマンですね。じゃこから出た旨味をピーマンがよく吸ってて、味がいい感じに馴染んでます。生姜も入れて最後に山椒もかけたので甘辛い味付けなんですけど、すごい爽やかな感じもします。これは日本酒にももちろん合うんですけど、焼酎にもよく合うと思います。もう口の中がピーマンですね。もう口の中がピーマン祭りになってます。もう口の中がピーマンの大行進。はい、ということで今回は一般男性がピーマンを14個一気に食べるという動画でした。もし家にピーマンが余ってたり、自分で栽培されててたくさん取れて使い切れないっていう時に、もしよければ作ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。